なんですけど、やはり生活用水に、今困っているということで、やはりシャワーや、風呂に入りたいという声が、多数聞かれました。今回お正月ということで、地元の方だけじゃなくて帰省された方、それから観光客の方もいらっしゃると思うんですけど、もう7日目、プライバシーっていうところもそろそろ皆さんね、気にかけてらっしゃると思うんですけども。そうですね、やはりまだまだ、避難所に、かなり多くの人が、集まっているといった状況で、段ボールの仕切りなど、まだまだ、確保されていないという状況も続いています。はい、池田ディレクター、気をつけて取材を続けてください。藤本さんはね、2日滞在してきましたけど、どういうことを感じました？珠洲市の避難所に伺ったんですけど、まさかまた地震があるんじゃないか、二次災害があるんじゃないかという恐怖と、あとこの避難所は果たしていつまで続くのか、仮設住宅をじゃあこれから建てるとして珠洲市のどこにそんな場所あるのみたいな、先行きが見えない、そういう不安っていうのも見られていたんですよね。本当にこう身一つで家を飛び出して避難して、水も足りない、でもお風呂も入れない、段ボールと毛布1枚しか自分のスペースがないという状況で生活されていて、でもそんな中でもすごくこう手を取り合いながら協力をされていて、60代70代の方が90代の方のために何回も階段を往復して水を届けるみたいな、そういった姿になれて、今通常でものっぽい雪降ってるんですね、通常は。これが今度二次災害を生んだりとか、直接も含めて、それから急にね、時間を経ったりするかもしれませんが、まあ、太郎さんね、その半島特有の地形もあって、隅々までやっぱ物資が行き届かないっていうのは、今回本当に感じますね。それ人が体験したことなんて、こうしたときに、まず目にするのにドーンってっていうの、そういうのやってるのは、アマゾンがね、足りない救援家具っていうのを、ネット通販の拠点っていうのはどんどん今日本ではねできつつあって、ネット通販も広がるので、そういうのは本当にこれから強くかもしれませんね。で、被害の状況なんですけども、これもまだ全容が分かっているわけではありません。そして今回の被害拡大の原因の一つが関東倒壊ということで、まあ市長さんもね、群発地震が特に珠洲市輪島市などありましたんで、まあ最初もやったんだけども、ずっと群発地震が続いて、やっぱお家に影響